トルが高井田選手の演技でした。今皆さんご挨拶ですね、両翼を振ってご挨拶的で行われているアイロバティックス日本グランプリ。さあそのたくさんのファンの持ちますベテランのキャパニダ選手、今グランドスタンド左手側からまずは皆様もう一度大きな拍手を、すべてのなキャパリナ選手です。後藤さん、サニーさん、今日この決勝1日目の最終演技、1900ポイントと合計11,758ポイント。さあこの結果からランキング2位、先ほどのルノー・エカーレ選手がまずは決勝1日目トップに躍り出て、エスペトラのキャパニナ選手が2番手という結果となりましたが、ちょっと待ってくださいね、これはあくまでの速報段階の暫定ということで皆さん聞いていてください。今日はリラックスしてフライトができたでしょうか。Как вы сегодня отлетали? У вас получилось это делать легко и свободно? Я старалась. Конечно, некоторое напряжение все-таки. Такие очень жесткие условия, сильный ветер. Ну, я думаю, что в принципе я старалась, а остальное же на суть зрителей и жюри. 今日はですね、リラックスしてフライトできるように頑張りました。時々緊張感がありましたけれども、今日は風が強いですからね。あとはもう本当にお客さんがそれを評価してくださったらいいと思います。そして今日は今やっていただいたように投げキッスをコックピットの中でされていたようですが、どんなメッセージでしょうか。Вы знаете, я за столько лет очень сильно полюбила Японию и японский народ, что просто мне хочется весь полет его посылать поцелуи, но, к сожалению, это невозможно, поэтому я по мере возможности с любовью для всех болельщиков и моих, и всех остальных ребят. Для тех, кто сегодня пришел, для тех, кто придет завтра, так, для тех, кто будет смотреть телевизор.実はですね、日本には何年かの間に来ておりますが、本当にすごく好きになりまして、1回だけの投げキスじゃなくてフライト中ずっと投げキスしたいぐらいの気持ちでいっぱいです。で、今日私のフライトを見に来ていただいたお客さんもそうだし、それから他のパイロットのために来ていただいたお客さんのためにもための投げキスでした、はい、では明日もフライトがあります。たくさんのファンの皆さんにメッセージをお願いします。Я хочу, в первую очередь, хотела бы, конечно, сказать огромное спасибо за то, что вы нашли время прийти, посмотреть, я бы сказала, в принципе, на красоту, потому что высший пилотаж – это красота. И спасибо за то, что вы за меня болеете. Я чувствую вашу поддержку и, конечно же, стараюсь оправдать ваше доверие. Но как уж получится, не судите строго, потому что все-таки 7 участников, из них 6 очень сильных, и лучших пилотов мира. まずですね、明日時間を見つけて来ていただくお客さんには、まずは感謝申し上げます。で、一生懸命やりますので、あとはもう
どうなるか本当に分かりませんが、それとですね、あのオートボルティッシュというのはアイロバティクスというのはあのまずは美しさですね、それをあの頭に置いていただいて楽しんでいただきたいと思います。で今回はあのパイロットの中には私以外にも非常に強い選手がたくさんおりまして、ぜひ見ててください。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ皆さんにプレゼントです。はい、ということでスベトナキャバリナ選手でした。お返しします。カスタオルファントマ選手11608、4番手ビクトリシュマル選手11200、5番手フィリップサインバッハ選手11028、6番手古谷義偉選手10933、そして7番手マーティン・アルブレヒト選手10305ポイントという決勝の1日目の結果が出されました。皆さんいかがだったでしょうかね。
ペドロのキャパリナ選手に、声援の方をお願いいたします。手を振ってください。拍手をしてください、してあげてください。とてもしっとりとした、もう一度スベトラナ・キャパリナ選手に大きな声援をお願いいたします。ザ・ラスト・フライト、彼女のこのフライトも最後という組になってしまうのが残念です。そのたびたびのですね、彼女のフライトを思い出しますね。聞いていきましょう。素晴らしいフライトでした。日本人のファンの皆さんに一言お願いします。Спасибо огромное. Я очень рада, если вам понравилось. Конечно, надеюсь, что мы все-таки еще увидимся и когда-нибудь восстановятся здесь кубки. А сейчас я желаю, если вам понравилось, голосуйте, посылайте смски. Я вас люблю. もしファンの皆さんに私のフライトを気に入っていただいたら本当に嬉しいです。でそれで今回ファイナルのイベントで悲しいんですが、また再開すると期待しております。でそれとお客さんがまた投票してくださると聞いてたので、もし今のフライトがお気に入られましたらぜひ投票してください。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。以上です。Thank you.